世界各国を転戦し、2017年にはレギュラーの総合優勝シリーズチャンピオンになりました。そして去年は新しい形で始まったエアレース X で見事優勝。今日はエアレースパイロットのアクロバット飛行技術を堪能ください。今度はシャッターチャンス。
ゆっくりとした速度でさらに低いところ、そしてコックピットの様子にも注目。